じゃあ、じゃあ、アリちゃん。さあ、今日は、はい、行きましょう。いいピッチャー。ああ。ってよく聞かれますよね。そうだよね。でも、いいピッチャーって言っても、まあ、ドラゴンズとベイスターズのピッチャーしか。でも、オールスターとか、はいはい、日米野球だとか、はい、WBC だとか、はい、そのオリンピック予選だとか、はい、いろいろ受けてきたじゃない。はい、最高誰だった？まあ、部門別でもいいよ。そうなんですよ、僕ね、一人のピッチャーがすごいって取ってて、感じたことないんですよ。まあ、わかんないですよ、他のキャッチャーどうかわかんないんですけど、キャッチャーって、そのバッターでバッターボックスで入った球見るじゃないですか、うわ、これすげえなって思う時あったでしょ。キャッチャーってあんまりないんですよ、僕はね。キャッチャーでそれを感じたことがないんです。いや、こいつはまっすぐはすごいっていうのはある。それはあります。それは誰？まっすぐはキャッチャーでやってて、まっすぐすげえなって思ったのないです。そう、いや、バッターだったら、バッターだったらダルビッシュ。あ、やっぱすごかった。すごかったです。マー君とかやってる？マー君はストレートだけだったらなんとかなるなと思いました。もうマー君は僕は変化球ピッチャーだと思ってる。フォークスライダーピッチャーだと思って。でもイメージ的にはダルビッシュの方がいろいろ遊んでくるイメージが俺はあるんだけど。あ、そうですか。ダルビッシュのまっすぐはもうめちゃくちゃ近く感じますもん。あ、そう、はい、あっという間にここに来ます。ダルビッシュの全球種が武器なんですよ。そうそう、はい、どの球種も。それは受けたことはないの？受けたことはないです、ダルビッシュは。ちょっと受けたかった？受けたかったですね。なんていうかな、あとは、じゃあ例えば、はい、こいつとコンビを組みたかったなっていうのはいる？あ、例えばさ、昔の、ね、北別府さんとかさ、はい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 、もう要求通りにほとんど来てくれるじゃん、はいはい、やっぱそういうピッチャーがいいのか、力がある方がいいのか、はい、楽なのは力があるピッチャーです。あ、そう、絶対そうです。だって三振取れるっていう、まあまあ、いや、その辺にサイン出しておけばほぼほぼ打たれないじゃないですか、1イニングとか。例えばそういうピッチャーで誰がいたの？こいつ力あるなっていうの。藤川球児。あいつのやっぱスピン量っていうのはすごくこう見た目感じるんだけど、はい、やっぱそうなの。早いです。綺麗なもん、まっすぐ、めっちゃ綺麗です。で、まあ全盛期の佐々木さん、それはもう組んでたもんね、はい、まあ困ったらフォーク。そうですね。でも佐々木さんはストレートのコントロールが良かった。良かったな。良かった。だからフォークが効くんです。そうだよな、はい、いや、あれだけの速さで、はい、コントロールよくまっすぐが投げるピッチャーって珍しかったよね。なかなかいないですよね。そうだよな、はい、ただインサイドには投げたからなかった、ね、あんまりですね。右のね、はい、左は投げたけど、はい、だからみんなフォークフォークっていうね、意識がちょっと高い、つく強いんですけど、やっぱまっすぐのコントロールが良かったんですよ、うん、はい、で力もあったし、あと僕一回レフト守りましたよ、オープン戦で。そうだね、はい、あれね、ベイスターズになって1年目ですよ。近藤さん監督になった時に僕ね、オープン戦で九州のどこかのグラウンドで一回レフト守ったんですよ。おー、そう、はい、いや、森監督の時に、はい、だから誰かサードできるやつがいないかって言うから、はい、サードがいなかったんだ、はいはい、いや、シルができますよって言ったらちょっと練習させてみたら誰よりもうまいから。いや、キャッチャーって結構うまいやつ多いよな。そうですね、フットワークがいい、ボールに入り方とか、まああとはその打球のスピードにどう対応できるかだけだと思うんですけど、まあでも対応できるよな。まあこの辺りだけだったらなんとかいけると思うんですけどね。でもさ、例えば、まあ、キャッチャーやっててサインあるじゃない、これは何、単純出してんの今？はい、めちゃくちゃ単純です。僕が入った頃は結構難しいのをやらされましたけど。そうだよね。で、ちょっと難しいのってどういうのがあったの？例えば足し算、遠藤さんがよくやってたんですよ。あ、やってたな。はい、だから、まあ、遠藤さんの球種がストレート、カーブ、スライダー、フォークかな、うん、だからそれをじゃあストレートが1とします、カーブが2とします、で、スライダーが3とします。あ、シュート回ったのか、遠藤さん。ないな、なかったでしょ、うん、で、フォークが4とします。じゃあだから4を出したいというなると、もうこれフォーク。そうです、そうです。で、このポンプ式になるんで、ポンプっていうのはここでなんかやってなかった。いや、ポンプは要するに
4まで球種があるでしょ、うん、じゃあ5になった場合に次4の次が、まあ、5でしょ、うん、5ということは戻るんですよ、要するに1にそうです、うん、だからストレートになるんですよ、だからこれでストレートになるんですよ、あーなるほど、はい、かしり、そうですそうです、ね、だから僕サイン出しながらあれいくつだっけなってだからちょっと待ってちょっと待ってちょっと待っていやあるよ、ありますあります、めんどくさいよな、めんどくさいです、でもまあ例えばこうやって下に行ったら、はい、どうのこうのとかこうやって上に上がったらどうのこうのとか なんかなかったね、あとはそのいやキーを決めといて、で例えばじゃあ今日は1234とするじゃないですか、だからこれが1番目、2番目、3番目、4番目っていう箇所なんですよ、で、例えばキーを耳にしておきます、うん、今日の耳、あのキーを、うん、そしたら、だから2番目のサインなんですよ、で、2番目のサインを出す、それがサインなんです、でも首振られたらめんどくさい、もう一回出す、それ時間かかるんだな、そうなんですよ、長かったですから、いや、そういうのもピッチャーで全部違ってくるんで、でもセカンド行ったらまた変わるとかあるでしょ、あでもセカンド行った時にそのサインが多かったですね、やっぱり、はい、ランナーが一塁三塁とかいない時は、まあ、普通にあの最初のサインとかがやってましたけど、うん、まあ難しいんだよキャッチャーって、すごいですね、いやキャッチャーって全部のサイン知らなきゃいけない、あそうですね、守備のサイン、そうですね、だから内野の二遊間から牽制のサインを出すのもちゃんと見てなきゃいけないし、見てた、見てました、なんとなく、うん、はい、でバンドシフトのサインもね、ベンチから来たやつも出さなきゃいけないし、でもちゃんとやられると腹立つだろうな、キャッチャーって、そうですね、こう見えてるから、はい、おい、首から首って思うだろ、ピッチャー、二遊間も何やってんだって思わない、そうですね、こっちに数字がね、悪くなるのに、いや、そりゃそうだよ、そうなんです、盗塁阻止率に変わってきます、やっぱかなり気にした、もちろん、大体どれぐらいかかってましたから。まあ、例えばさ、誰がこう、こいつランナーとして嫌だなと思ったの、誰ですか、ね、今、広島の監督の尾形さん、ああ、早かったですよ、あんまりそういう印象ないけどね、世間的には、そうそうめちゃくちゃ早かった、いや、あの時野村とか、ああ、そうですね、翔太さんもいたし、いたし、でもその中では僕、尾形さんが一番早かった、刺しにくかった。もうちょっとでも盗まれたらもう絶対刺さないと思いました、まあピッチャーとかさ、いろいろ癖もあるじゃない、はい、ランナーにも癖があるやついた、あこれは走るなっていう、それはないです、それはないです、それはなかったんですけども、なんとなくこう、まあサインを出して走ってきそうなカウントってまああるじゃないですか、で、ピッチャーがセットに入った瞬間にこう、まあやっぱり 両目で、うん、まあ両方というかこっちはこっち、左目はピッチャー、うん、で右目はまあランナーっていうようなこういう視野で見るんですけど、その見てる瞬間時にあこれ走りそうだなっていう、なんかそれは常に感じました、でその時にはまあいつもの準備よりももう一段階上げた準備の仕方をしました、だから上がったもんな、まああれはですね、まあ結構練習しましたよね、練習してもできないっていうじゃん、まあまあそうですね、まあでもね、あの今ソフトバンクの甲斐がね、うん、あの甲斐キャノンとか言われてるんですけど、体型が似てるんですよ、僕と甲斐が、うん、要するにそんな上背はなく手足が短いんですよ、だからどうしても取ってコンパクトに動けるから早く離せるんですよね、でもまあ条件としたら肩の強さも広い、まあもちろんですね、いるもんね、はい、でも松井一夫を俺刺したのを、あ日本シリーズだね、はい、忘れないわ、三投してきた時に、はい、あれは早かったですね、僕も早かった、めっちゃ早かった、なんか取ったらもう手から離れてたみたいな、いや、自分の感覚でもそうでした、あれは自分でも早いな、まあ今だったらリクエスト多分そうですね、してると思うんです、あれセーフあれセーフだ、多分ね、セーフです、リクエスト出されたいや、でもそのぐらいやっぱり審判も刺されるぐらい早かったんだな、で、コントロールも良かったしな、そうですね、いや、あれは忘れない、他になんかあるこの盗塁を刺したって思い出みたいな、ですか、いや、キャッチャーってさ、数が多すぎて、そうだよ、ね、数が半端なく多いから、いや、だけど、一番最初、プロ入り入して、一番最初に刺したランナーと、やっぱそこは覚えてない、覚えてない、ヒットは覚えてる、ホームランも覚えてるでしょ、オバハンさんです、
でしょ、はい、だからこの守備のやつは覚えてない。まあ守備に興味がなかったんでしょうね最初は。最初打つことだもんね、はあ、打てるキャッチャーだって言われて、はあ、甲子園でも結構打ってきたりとか、はあ、ベスト8は行ってますもんね。そうです、甲子園予選で結構ね打ったんで、うん、でオープン戦いきなりお前斎藤正樹からホームランだろ、はあ、そうです。その年20勝の投手からさ、はあ、すごい。もうその夜熱出したんですね